日本政府、パチンコはギャンブル、依存症対策を決定。本日、日本政府が、ギャンブル依存症対策の基本計画を閣議決定いたしました。内容を簡単にご紹介いたしますと、パチンコの依存を防ぐため、家族から申告があれば、本人の同意がなくても、パチンコ店などへの入店を制限すると、さらに、顔認証によって個人を特定し、 入場を制限する顔認証システムの導入を検討するように事業者に求めると、また、競馬の馬券などをインターネットで購入する際に、あらかじめ上限額を設定できる仕組みを導入する。また、ギャンブルの施設から ATM の撤去を要請すると。ただこちら、多くの規定がですね、 事業者への要請にとどまっておりますので、罰則もなくあまり意味がないんじゃないかという見方もございますが、こちらこれまで警察はパチンコ業界に対して違法なパチンコ台のえ、パチンコ台スロット台の撤去を求めてきた過去があり、それに対してこういった業界が応じてきたという実績がございますので、こちら罰則規定がなくても、 運用によっってしっかりとと対策が取られれるものと思われますこのギャンブル依存症対策について、菅官房長官は、ギャンブル依存症は本人や家族の日常生活に支障を生じさせ、多重債務や犯罪などの社会問題を生じさせる場合もあり、対策が喫緊の課題だ。基本計画に基づく取り組みを徹底的に講じ、ギャンブル依存症によって、 不幸な状況に陥る人を亡くし、健全な社会を構築していきたいと発言をしております。このパチンコやスロットなんですが、国税庁の調査の結果、毎年のようにですね、脱税の割合でも、脱税額でも、ワーストランキングに入り続けております。また、カジノができれば、カジノはカジノ税を納めることになりますが、 パチンコやスロットは脱税ばかりという問題もございますが、カジノと比べますと法人税しか納めないという問題もございます。また、ほとんど税金を払っているのと変わらない競馬などの公営ギャンブルはパチンコと比較すらできません。今回、ATM の撤去が要請されることになりましたが、 この ATM、撤去してもですね、周りに近くにコンビニがある場合、コンビニの ATM が使われるだけなんじゃないかと思われますので、日本政府には、そういったパチンコスロット店の周辺の ATM についても、何らかの規制を行っていただくようにお願いいたします。以上になります。 ご清聴いただきありがとうございました。